こんにちフラワー、姫路製菓卸売市場公式 YouTuber の姫の製菓です。台風が来てますね。温帯低気圧に変わったみたいですけど、姫路もまだまだ風が強いです。聞こえますかね、風とか換気扇の音が。換気扇止めてても勝手に回っちゃうので安価に打ってます。身の安全を第一に行動するようにしてくださいね。今週は例年だと8月11日あさってが山の日ということで、山野草から連想して野趣あふれる草花っぽい切り花を集めていきたいと思います。バラやユリとかカーネーションみたいな華やかなお花だけじゃなくて、こういう素朴な野草みたいなものも切り花として出回ってるっていうのも知ってもらえたらなと思います。ちょっと風の音がすごいですね。今日のお花はワレモコです。ワインレッドの小さいお花がたくさんつきます。自然に咲いてるものは私は見たことないんですけども、秋の野山に普通に自生するお花みたいです。別名を団子花というように、串に刺したお団子みたいな不思議な形をしているんですけど、意外にもバラ科なんですよ。バラとはね、ちょっと似ても似つかないような形なんですけど、不思議ですね。ドライフラワーにも向くみたいです。それでは今日はこの辺で、さようなら。こんにちフラワー、姫の製菓です。今日の姫路は台風一過で気持ちのいい晴れ空です。暑いですけどね。今週のテーマは野草っぽい切り花です。バラとかユリみたいなね、華やかなお花だけじゃなくて、こういう素朴な野草みたいなものも切り花として出回っていることを知ってもらえたらなと思います。今日の花はカライト草です。カライトというのは中国から伝わった絹の糸のことだそうです。この長くしだれるお花が、そのね、絹糸みたいに見えたことからカライト草と名付けられました。つぼみもなかなか面白い形をしてます。このカライト草、なんと昨日ご紹介したワレモコと属が同じなんですよね。お花の印象は全然違うんですけどね、よく見ると葉っぱの形がとても似ています。機会があれば見比べてみてください。それでは今日はこの辺で、さようなら。こんにちフラワー、姫の製菓です。今週は野草っぽい切り花をテーマにお送りしております。今日のこんにちフラワーです。バラとかユリみたいな華やかなお花だけじゃなくて、こういう素朴な野草みたいな華奢なものも切り花として出回っていることを知ってもらえたらなと思います。今日のお花はオミナエシです。オミナエシ、秋の七草にも数えられているお花です。秋の七草についてはね、またの機会に、来月の半ば以降ぐらいに取り上げたいと思っていますので、お楽しみに。オミナエシという不思議な名前ですけど、オミナは女、女性という意味ですが、男エシというお花も存在します。男エシの方はお花の色が白くて地味で、茎とか葉っぱがオミナエシよりも大きくてがっしりしていることから、男エシという名前が付けられたとか。ちなみに男オミナエシというなかなか不思議な名前の植物も存在するようです。それでは今日はこの辺で、さようなら。こんにちフラワー、姫の製菓です。今週のテーマは野草っぽい切り花です。バラとかユリみたいな華やかなお花だけじゃなくて、素朴な野草のようなものも切り花として出回っていることを知ってもらえたらと思います。今日のお花はフジバカマです。フジバカマは昨日ご紹介したオミナエシと同様にですね、秋の七草に数えられているお花です。このフジバカマ、乾燥させると桜餅のような良い香りがするそうで、私は生の切り花しか見たことがなかったので、その時は香りは分からなかったんですけど、どうやら乾燥させないと変わらないようですね。次手に入ったらちょっと乾燥させて、この桜餅のような香り試してみたいと思います。今週もご視聴ありがとうございました。来週月曜日の今日のこんにちフラワーはお盆休みをいただきますので、お休みいたします。また火曜日お会いしましょう。それでは今日はこの辺で、良い週末をお過ごしください。さようなら。